ブリュって聞こえへん。これはまた、ね、ゴールドエンブレム。もともと満月もあるんですね。かっちいいわ。車高ももともとのまま。もともと落ちたんです。じゃあ俺でもう LS 行っちゃってマーケッツですね。彼女なんですよ。ありがとうございます。サボシは何入ってる？アルミが当たって新品ですか？新品です。ねえな。セダン女子やろ。いや、これで何殴り込んでくるんですか。お、降りてきた。セダン女子がタイミングよく、セダン女子がいいっすね、これ。どうすか乗った感じは。低い。低い。ああ、でもすらないんじゃない。この前まだすらない。まあすね、意外とそれを押してたい。硬い。ダウンセスだから。これがスクールセディションみたいな。ああ、もともとはね、ショックが硬いもん。なんかアルミみたいな。なんかアイスマンってスポーツですか。あ、本当だ。なんか書いてあるみたいですね、社外に。運転しました。しました。どうですか、エレス。軽いですね。車重が軽いし、意外とクイックに動きますね。チャージ重いっすよね、600は。ハンドリングやっぱね、でもクラウンより軽いんじゃないか。軽いぐらいですね。運転しやすいですね。ああ、やっぱ違うよね。で、LS が 2.1 何点ぐらいですよ。2.4。これ2トン以下ですよ。2トン以下です。だから一晩も何人も乗ってない感じですね。4、5人ぐらい乗ってない感じ。早いですよね。早いですよね。2.5 で十分でしょ。バーモードについてですけど、バーモードについてでね、シフトレバーについてですよ。ああ、はいはい。ああ、あれか。ああ。いや、そのスポーツモードなんですけど、うん、硬いんで、それあんま変わってないしね。ああ。あーあ、まあ、いいの手に入れちゃって、これで殴り込みだ。殴り込み。殴り込み。よくわかんない。これでもこれでも形になってからやんないでしょ。しばらく。何やる？マフラー買えない。買えない。買えないよ、また。買えろよ。なんでよ。うるさくなるの嫌なんでしょ。まあ、そんな嫌ではないんだよ。結構でも音でかくなってんじゃない？Vlog なんで。元々ワークエックスを狙ってたんですよ。どうですか、あのエレスト。こっちこっちのサイズ買ったらいい。自分もこっちのサイズ買ったでっかいですもんね。すげえでっけえの。でも追記なしで、元々の人はデミの自分が回ったんで。あ、嘘、回ったんですか。おお。じゃあそれで追記したんですか。そっちの方が楽っすよ。ガソリン代が。ハイブリッドですげえ良きゃいいんですけどね。良くないっすよ。買わないっすからね。みんな、ちょっと岡田さんとかも言ってそう。ハイブリッドって言っても良くねえとかですよ。
46よりはいいっていうぐらい。結局重くなっちゃってるからね、重くなるんですよ。まあね、そうっす。グリグリ引っ張ってますね。4区になってね、電池積んだりしてるから、結局同じなんだよ。なんかやっぱ軽い方がなんかこうクイックっすよね、動きが。すごい。日本の道だとやっぱこのクラスが一番高校生乗りやすいし、快適だし、感じかもしれない。これ、あれタイヤは変える前はノーマルだったの？ノーマルの時は乗りました。乗りました。こっちの方が乗り心地悪いですか？そんなに変わんない、まあ、そんな変わんないですかね、言うほど。ノーマルって何？ 17? 17ですね。そうだ、スポーツね、スポーツパッケージとかあったら17、それが19にして、19です、20に入って20ちょっとでかいんですよ。これでも最初、オートバックスで断られたんで、それは。限定のメンバーさん、はみ出てるから。結局大丈夫だった。で、オートステーション行って、後ろだけで止めよう。オートバックスとかもダメっすよね。うるせえっすね。厳しいっすよ。つけて、下ろして、はみ出てるからダメだと思う。つけたからもういいじゃんって言ったけど、ダメですね。ダメだっつって結構うるさいっすよ。だから車高とかも本当にもうやばいと思う、絶対入れないっすよ。ああ、だからセルションなんか無理だ、すぐアウトっすから。ダメダメ。いつもどこでやってるんですか？いや、基本的には、いや、あの、来てやってもらったりとか、森さんとか、あと青木さんとか、あで、ギルトいるんで、ああいうとこよりもできちゃうかもしれない。ああ逆に騒がしい、騒がしくないな。通報しとくかって。うるせえって。でも分かんないかね。グリルもこれ何？子供と変わったの車外。あ、車外なの？車外だ。リップもそうでしょ。はい。どこだろう？どっか分かんないですよ。これ、こちらについてた。後ろも全部ついてるよね。本当どこだ、これ。書いてないの？書いてないじゃん。でもこれついてるって余計低く見える。だからでも明るい方が見える。ああ。なんだ、いいな。狙ってたんだ。じゃあ2台止まってる。あ、3台。機械は、隣の、あ、離れたところ駐車場じゃないですけど、はい、中に行かれてやったりしようとしたけど、はい、マークXで 3リッターとかあるんですか？はい、マークXは 2.5、あの、グレードで上の3000とかもある。わかんない、ないじゃないですか。あ、ないんだ、まあ、2.5 はマックスなの、まあ、詳しくないけど、わかんないですけど、でもまあ十分だよ、この車重っすからね。あ、これで30だからすげえっすよ。多分 1.5 トンぐらいないんないよ、車検証。車検証、あ、そっか、総重量とか書いてあるね。さあ、であ、その重量が、だから 1.5 トンぐらいだ。車両は1500。ああ、じゃあ軽いわ。なるほどね。かっこいいじゃないですか。じゃあ2台で今度は殴り込みですよ。どうですか？あれ日曜日やるんでしたっけ？明日やります。9時からでしたっけ？